西部一1、ニオリックス、16日、ベルーナドームオリックスが一丸で西部に競り勝ち、負ければ自力部位最消滅の危機で借金1に押し戻した。先発田島大輝投手が6回1失点でゲームメイク。中島監督はこの日も左腕の変化を感じ取っていた。今日は半袖、そこが違うところ、今日何すんの、って言ったら、 半袖着てたですね。暑さに合わせてきたと思うんですけどね。そんなに暑くなかったですね、と含み笑いで指摘した。最近は登板ごとにセットポジション、ノーワインドアップ、ワインドアップとカメレオンのように東方が変化。今回は長袖アンダーシャツから半袖に衣替え、し、4年ぶりのベルーナドームに備えた。 19年当番では乱闘が発生し、自身を含む3人が退場する泥試合を演出。20年の前回当番は9失点するなど、同球場はプロ通算4戦で防御率12、38と大の苦手にしてきた。その中でも丁寧に、この日も振りかぶって請球よく投げ続けた。田島は、昔と今じゃ、180度自分は違う。 昔に比べたら、だいぶいい感じにいけたかなと思うんでよかった、と胸を張った。リリーフ陣も4人が無失点で繋いだ。延長10回には大田が決勝だ。2アウトから周平さんが出てくれた。最後、甘い球を仕留められてよかった。不審の福田が西から食らいついた二塁打に応えた。得点圏打率4割4輪と勝負強い。 今季6度目の勝利打点は7度の西川に次いでチーム2位。打線の中心になりつつある。3位とは05ゲーム差。17日にカード勝ち越しを決め、救援前最後のホットモット神戸3連戦に臨みたい。大池和幸。